同じような展開、返す、飛び出て返した、回転して返す、抜かれたボールを低く返した。長い、まさにパデルというラリーが展開されましたね。ですね、かなりアグレッシブな。クロスのラリーからバンデッハ、富田選手返す、平選手のフェイント、深いボールが入った。坂部選手の強いショット場外に出しました。シェル選手のダンクスマッシュ。ジャックの回転素晴らしい、ね、ありがとうございます。真ん中抜かれてコントラパレット、ガラスに当てて返します。フェイントだと見た選手、よく見ていた。強いボールで、とりあえず前に位置づける。ラブ50、後ろのガラスに当てるコントラパレットという技が出ました。富田選手のボールがネット、30-40、第2セット第2ゲーム。レオン選手ナイスね。レオン選手のアレイという言葉とともにボールが外に出てきました。ナイス、相手を揺さぶれるんじゃないかなと思います。やっぱりアシエル選手の上の方に打つというのは勇気がいりますよね。そうですね、そこ、うん、前の爪のメリハリが出てくると非常にいいコントロールができると思います。流れがね、少しセンターへの平レオン選手のストレート鮮やか、リターンエースになりました。壁デューサーゲイン、富田選手が前に出てる、レオン選手がしのぐ、シェル選手のセンター返した。ナイスキャッチですね。これ草壁選手前に行って返した。レオン選手、あーバンボース。いやー、 This is padel! This is padel!今の配球も、まあ、壁、横壁に先に当ててしまうと、まあ、返しやすくなるんですけど、センターというかボディに打つことで坂部選手もちょっと判断が難しくなりました。よく返した。スキャッチ、いや、富田選手よく見てた。そうですね、ここで打ちましたね、ストレート。でした。うわあ、ちょっと長い、ちょっとなんですね、見てて思うんですけど、はい、ね、そうですね、2人とも慶応の、あ、ちなみにここみんな慶応ですね。確かに慶応だ。あの、私は流通経済大学という、あのな、あの、知ってば、あ、その話はどうでもいいですか。あ、飛んだ、まだいける、返した、返した、おー、ビッグポイント、ビッグポイントが生まれました。坂部レオン
取りました。ビッグポイント、これが果たしていかどう今後の流れに生かせるか。いいコース、おー素晴らしい、いい詰めですね。しっかり取り切ってほしいですね。そうですね、先ほどもラブサーティー、アシエルのサーブありましたけど取れなかったんでね。わーっと高さのあるスマッシュ、ジャンプ飛びましたけどもラケットに当てることができず。第2セット、 第7ゲーム、センター。あそこは冷たい草壁選手。第2セットマッチポイントがやってまいりました。40-30。富田選手のスマッシュがセンターに決まって優勝を決定いたしました。第3回パデル選手権男子決勝。第1セット 6-1、 第2セット 6-1、 アシエル富田選手の優勝です。富田選手がアシエル選手に持ち上げられて喜びを爆発しています。